んにちは、元住吉直子です。キングダムを見てきました。 映画ね。あれ30球に落ちてるよ。23球になった。なんだろう、バグかな。こうどうしよう、気上がっちゃうか。んでね、キングダムは有名な原作があると思うんですけど、実写映画で、そこそこ絵は凝ってたかなっていう感じしますけどね。なんだろうな。何話せばいいのかな。結構画面は凝ってたというか、なんかちゃんとしてた。あ、中国でロケしたんですかね。右試験か。どうしよう。まあいいよ、全部集めて。どうぞ。それでね、まあなんだろうな、長澤まさみちゃんが殺陣をやってるっていうのが面白かったかな。あと橋本環奈ちゃんが可愛いんですね。橋本環奈ちゃんってさ、声がハスキーじゃないですか。なので、あれに合うんですよね。なんか少年っぽい役、まあ、本当は女の子のキャラなんですけど、女の子のキャラなんですっていうのはネタバレなのかな。そうなんですけど、本当女の子のキャラなんですけど、難しい。角引いちゃおうか。置いたままの方がいいかな。なんですけど、まあなんか合うよねっていう、あのハスキーな声が少年声に合うよねっていうのは思いましたね。あと何だったらハスキーな声ってちょっと頑張ると、萌え声みたいなのにもなるんで、なんかそういう方向の声を出したらいいんじゃないかと思うんですけど。まあ慣れてる声になっちゃうからね、仕方ないよね。薄いな、今日。話が。基本的な、なんだ、テーマみたいなところとしては、出てったらまずいよね。出てったら人物系が入れて。つけられてまずいので さてさて、それですね。どっち逃げんだ。
そうね。キングダムの基本的な、なんていうのかな、形としてはさ、映画のね、映画キングダムの基本的な構造としては、マジョリティとマイノリティの戦いみたいなのがあるんですね。マジョリティってこの辺かな。そのメインストリーム、体制側と、その体制からこうはみ出してる人たちの対立というか、そういうところがあるんだよね。で、なので、主人公のさ、人がさ、すごいヤンキーっぽいのよ。喋り方とか。主人公、シンっていうキャラですけど。まあ、ヤンキーさがすごい。ヤンキーっぽさがすごい。生きてるガキっていう感じ。なんでしょうか。そんなになんか、大して強くもない。まあ、そこそこ主人公的な活躍するんだけど、そんなに強くもない、けど、口だけでかい、みたいな。そういう感じあるよね。さあ、やってこいかな、これ。一回言いに行く。それとも歩を一回受けるのかな。歩を一回受けて、候補を受けて取り組まれて同角、銀出てくるか。取っちゃうか。えい。そうね。そういうとこだよね。まあ、そこも合ってるなって思いましたよ。戦力を郷さんに集中して、飛車も寄って勝負。勝負です。玉の堅さで勝つんじゃないの？そうですね。あと、山の民とかね。山の民でもさ、そんな何万もいるもんなのかな。山ってやっぱり、農業じゃないからさ、狩猟採集民族だと思うから、あんまりあれじゃないんじゃないかなとか思うんだけど。生産性っていうのを言うのかな？がない気がしているんですが、これ飛車切られた時に飛車の持ち場がないな。
ほうほう。金できた。これ風でいくと、風でいくと、金を打ち込んだ方がいい？金を打ち込んで、金を打ち込んで同金、同金？金を打ち込んで銀で受けるのかな？まあいいや、行ってみよう。歩ついた方がいい可能性もあるんだよね。わかんないんだ。読めようって思うんだけど。時間もいっぱいあるし読めようとか思う。まあいいね。そうね。そう、山の民がさ、山の民ってそんなに生産性がないから、人口ってあんま少ない気がするんだよね。平和だけど。平和だけど、農業が発達したことによって貧富の格差がさ発生したりとか、戦争する余裕が出てきて戦争が起こるようになったっていう話があるからね。そうね。ガンガンに行くよ。これ大丈夫なんですかね、相手は。さあ、さあ、そうね。あと山の民と、あと何がいた？ まあ、あれだよね。その秦王政も、あれだったし、その、普通の人じゃない。なんていうの？ 庶民、お母さんが庶民の出なんだよね。さあ、時間で勝ちそうな気もするね。それで主人公のしんくんも、あれだもんね。ああ、そうだ、あと一つ言い忘れてた。あれ。どうしよう、金曜日と、へい、わかんない。そうね。新王星がいて、
あとは、そうで、一個忘れてた話は、ですね、ガンガン日射を攻めていきます。これどうすんのがいいんだろう。いいよ。まあ時間があれだからいいでしょ。どうすんだこれ。あと5秒だよ。あと5秒だよ。時間が110。勝ちました。勝ちました。ということですね。そう、忘れてた話をしなきゃいけない。サジ役、まあ、今回の映画でのラスボス的な存在として、サジ役で坂口拓さんがですね、リボーンっていう、リボーンっていう映画の、ブルーレイとか持ってるんですけど。 まあ、あれなんですよ。まあ、なんか本物出てきたなっていう感じがすごいです。 なんかね、戦い方を見ると、もう絶対強えっていう。 ああいえ、なんか勝つわけがないという感じはするんですけどね。まあなんか、そう面白かなと思います。これどうなんですかね。この辺作戦的には一応勝ってたのかな。やっぱ曲の硬さは違いますからね。なんかあとはなんか寄せ方が、もっと美しい寄せ方があったような気はするんですけど。まあ、この辺で書く。小回りとしては、飛車と銀、飛車香と銀2枚の交換なのかな。小回りとしては悪いんですけど、まあ、玉の硬さが全然違うんで、王手飛車もかかっちゃったしね。この辺うまい寄せがあったような気がしますね。ここわざわざ取らずに飛車打ち込んじゃった方がいいかなっていう気がします。どこに打つかわかんないですけど。6、62とかさ。なんか、その辺に
打ち込んじゃえばいいような気がしますね。4-2を狙っていくみたいな感じ。この辺だってスローダウンしちゃいましたからね。まあ、向こうも駒使ってくれたんで、攻撃のスピードは落ちるという判断ですね。それで急がずに行くことにしました。で、ここで勝っちゃいましたけど。まあ、これ、このまま王様は何も受けずにいると、3一から飛車を打って詰みなんですけど、6一金と当てて受けられた時にどうしようかなっていうのがあって、ちょっとなんか、あれなんですよね。作戦としてはあんま良くなかったかなっていう感じ。寄せ方としてはあんま良くなかったかなっていう感じですね。飛車1枚取った段階で、ここで、まあ、6二飛車とかから5一銀を狙っていくみたいな。まあ、受けなければそのまま行けばいいんですけど。つまり、4二飛車成とかやっちゃえば、まあ、飛車が動けないですから。本譜はこう拠点がなくなっちゃいましたからね、これに清算して。まあ、そこはミスったかなっていう感じです。そんじゃね、もう声が死んできた。バイバーイ。明日じゃない。